こんにちは、速稼塾の久保です。まあインプットとアウトプットってありますけども、インプットした後アウトプットに行くまでにどのぐらい早くできるかが稼ぎが早くなるかどうかのポイントだと思うんですよね。まあですんで、吉谷さん、私はね、多分こんなことやってるのは多分私だけだと思うんですけども、こっちのパソコンで、カリキュラムを見て、そのカリキュラムが終わるかどうかって時にこっちで同じことをやってる。ブログってこう書くんだよとか、タイトルはこうつけるんだよと、こういうふうに検索したらできますよっていうのを見た瞬間こっちでやるみたいなね。だからインプットイコールアウトプットみたいなことをこうやってしてるわけなんですよ。それは一つのね、カリキュラムを見たら、一つのカリキュラムがこっちで速稼塾のカリキュラムができていて、しかもアウトプットもできてるみたいなね。プラス集客にもなってるみたいなね。そんな形でね、やってました。本でもそうですよね。ちょっとないですけども、本をただ読むんじゃなくて、読んで気づいたことがあったらすぐ喋るとかね。それこそ本を買ってきて、その背表紙だけで開いてないのに、この本はこんなことが書いてあるんだろうの、ワクワクするなっていうふうに、その読む前にね、感想をもうすでにアウトプットしてるみたいなこともね、ありますけどもね。だから200ページの本だったら200個以上コンテンツできるなとか思ってワクワクしちゃうんですよね。だからこれがインプットイコールアウトプットの法則であり、私はね、やっぱりね、実行が唯一の準備だと思うんですよね。だから吉田さんが言われたように、準備と本番ってまあセットなわけですよ。で、人生に準備はないですからね。全部が本番で全部がガチなんですよ。だから今回は練習だから次頑張りゃいいやってものはこれなくって、今回やっとかないと次はもっと低い水準の勝負しなくなっちゃいけないわけですよね。で、今回勝負に勝てば次はもっと高い水準で勝負ができると。で、吉田さんがドリームアカデミーは40万で全く売れなかったら60万にしないとは、しようとは思わないわけですよね。で、60万にして全く売れなかったら80万にするわけないじゃないですか。で、今回80万で売れたから今度120万ってね、そういう風になっていくということもあって、で、1年間かけて、塾のカリキュラムが厚みを帯びていくのは当たり前なんで、値上げは当たり前だと思うんですよ。で、それこそね、安い価格だと責任取らなくていいからっていうので、なんか2万3万ぐらいの商品しか持たない人っているんですけども、いや、ビジネスマンだったら価格をまずつけて、その価格を売るために自分の全知全能をどうかけるかってところが信用だと思うんですよね。で、それこそ3000円4000円だったらクレームがないだろうと思って乱発して売る、それもね、そんなに悪いことではないと思いますけども、どちらかというと高額な商品を売れない人がビジネスマンを語っては、ちょっとね、いまいちだなっていうところありますよね。もちろんいろんなプライスラインで勝負する人がいればいいんで、必ずしもね、高い商品が売れないからダメってことではないですけども、やっぱりね、いろんなことに挑戦はしていかないといけないのかなと。挑戦をすることによって、同じビジネスをしている人にやっぱりね、誠実な可能性を与えていくことだと思うんですよ。インチキじゃなくてもちゃんと利益が出て信用されて、やってる方もものすごく意義を感じるみたいなことを詐欺師でも多分感じると思うんですよね。だから詐欺をしている人が詐欺に一生懸命になっちゃうと、詐欺に誇りを持ってしまうみたいなことも起きるんですよ。それは取りもなさず、詐欺をしてないんだけどもチャランプラにやってる人がいれば、ビジネスってあんなもんだろ、俺たちと変わんねえよみたいに思わせることにもなるんで、やっぱりね、腹をくくって100円200円1000円2000円10万100万1000万こういうのに向かっていきたいなと私は思いますよね。まあ、ですんでね、今回も吉田さんのこうやった動画のリレーありますけども、まさに吉田さんから動画を送られてきたら、その中からね、何を掴もうかなとか、そして何をアウトプットしようかなっていうのを高速でやってるわけですよ。だからこのリレーについてくれる人がいないんじゃないかなと思うんですよ。それこそね、動画で話すネタをそのたんびそのたんびに録画ボタンを押したらいきなり思いつくみたいな、そんな位置にはね、なかなか達しないんで、最初は戸惑うと思うんですよ。でも最初は戸惑ってもいいじゃないですか、それが等身である姿なら。その戸惑う姿を自分でアウトプットするから、だから改善しよう、かっこよくいこう、喋りを上手になろうって思うわけですからね。アウトプットしなければ自分の下手さは隠すことができますけども、自分の下手さが隠れちゃうから進化はないなと思うんですよ。そしていつか自分が一人前になったらやろうかなと思う、これが良くない。一人前になる前にやらないと、というか一人前になったら逆にもうやんなくていいわけですよ。一人前になったらね、半人前だからいっぱいいっぱいチャレンジして頭をぶつけてクレーム食らっていかないと伸びないですよね。ということで、いってらっしゃい。